ボックスヒルは茨城県取手市の取手駅にあった東日本旅客鉄道系列の駅ビル。運営会社は株式会社アトレ。かつては千葉県松戸市の松戸駅にも店舗があり、松戸店と同住所にある株式会社ボックスヒルが運営していた。2020年3月26日に取手店がアトレ取手に解消し、現存しない。かつては松戸店もあったが、 2012年3月15日で閉店し、後で松戸に解消された。鳥出店、松戸店ともに他の駅ビルと同様、下の方のフロアが食料品売り場、一番上のフロアは飲食店である。女性向け衣料品を扱う店がほとんどである。長らく男性向けファッションを扱う店は全くないのが特徴でもあったが、2012年3月24日に、 鳥出店の3階に、らやかがオープンし、男性向けスーツ、ワイシャツを扱う店が存在するようになった。その他 DPE、書店等が営業している。5階建てで、1階から5階に店舗が入っている。改札口と直結する3階に、書店、正常 EC、前述のらやかを配置しているのが特徴である。かつては西口に、声優鳥出店8月閉店。 鳥出東急、東口に片倉ショッピングプラザ4月26日閉店があったが、鳥出東急が2010年8月31日に閉店したために、一時期鳥出駅前では唯一のショッピングビルとなっていた。2012年12月6日に、鳥出東急は土地がリボントリデとしてリニューアルオープンしたことにより解消された。2020年3月26日より、 アトレが運営する他の駅ビル同様、アトレ取りテに解消し、ボックスヒルの名称は消滅した。8階だけで、2012年1月22日までは1階から8階に店舗が入っていた。2012年3月16日に、アトレ松戸としてリニューアルすることに伴い、同年1月22日をもって、 ボックスヒル松戸店としての3階から6階の営業を終了し、後で松戸オープンまでは1、2階の食料品、3階のスターバックス、青山フラワーマーケット、7階のレストラン、8階の美容室、歯科会員のみに縮小して営業していた。同年3月15日で営業を終了した。営業終了前の3階から5階は主に女性向けファッション、化粧品店、6階は 書店、CD 店、文房具店、メガネ店等が存在していて、男性ファッションの店舗は全くなかった。なお、アトレに、リニューアル後はユニクロが入居しているため、男性ファッションも扱っている。ボックスヒルは旧、松戸店があった千葉県松戸市と、姉妹都市になっているオーストラリアビクトリア州のボックスヒル市の名前に由来する。ただし、ボックスヒル市は合併により、 現在はホワイトホース市となっている。ありがとうございます。